さんお加減はいかがでしょうか。二次三次所属バーチャルライバーのすこやかなです。本日はですね、アイドルマスターシャイニーカラーズサードアニバーサリー、3周年おめでとうございます。初めて、シャニマスというんですか、アイドルマスターというものをねやっていきたいんですけれども、はい、まずブラウザでできることも知らんかったし、音ゲーだと思ってたレベルで何にも知らないんですが、どうしてそんなスコヤが突然シャニマスを始めたかというと、この朝倉徹さんという方ですかがね、ツイッターの広告にめちゃくちゃ出てくるんですよ。めっちゃ気になっちゃって、てかもう可愛すぎて一目惚れしちゃった。だってこんなに人いるのにすぐはこの子だってわかるもん。これで違ったら笑うけどなこれでこの子じゃなかったらどうしよう。でもこの子だと思う。めっちゃ可愛いと思って、ちょっとどうしても一目惚れが止まらんので、この子をなんとかお迎えしたいと思います。あ、ちょっと下手くそ、ちょっと枠が下手くそ、ちょっと待って。はいはい、とりあえず一番ここ買ったんで来てください。購入する、これでいいのかな。あ、もう購入上限いってしまった。ポチ。私こうやって会えたこと嬉しいから。かわいい、俺も嬉しいよ。さあ、間違えた、ショップじゃなくて、私こうやって会え、間違えた、どこだっけ。てっぺん近づいてるみたいな感じがする。てっぺん取ろうな。どこだ。専用衣装、かわいい、コスチューム貨車。これどこだ、どこで買えるんだ今の。わからん、何もわからん。これは何を引いたらいいんや。チケット貨車か、これか。はい、お願いします。え、これでガチャできるんですか。お願いします。かわいい、なんて読むんだろうこの子。そして P、 あ、狂ってる。頑張れ、かわいい、かわいい、かわいいよ。みんなかわいい、みんなかわいいがすまない。俺はトールをプロデュースするんだ。タッチして怒られないかな。かわいい、この子も。桜木まなちゃん、後ろ大変そうだな。なになに、このシルエットは市川ひなちゃんかな。かわいいね、この子も。この色素の薄さかわいいな。ちょっとよからぬところをタッチしてるみたいに、ちょっとやめてください。もうプロデューサーはちゃんと仕事してるんです。カモン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 、パサッパサッ言うてる。え、シャニマスってこんなにあれなんですか。こんなにすぐに推しがもら、今の逆再生だったよね多分。え、つかなんだ今の演出、めっちゃ良かったんだけどな。ちょっと
つかリバースってもしかして僕のこと好き？かわいい。私なんでこんなに好きになっちゃったの？さくらとおるのこと何も知らなかったはずなのに、何が私をこんなに狂わせたんだろう。もうわけがわかんないよ。でも好きなことだけは確かなんだ。あ、スコヤ、スコヤいなくなっちゃった。スコヤ、スコヤ、スコヤいない。いや、わからない。俺にはわからない。でも5月1日までって書いてる。何を買えばいいのかわかんないからとりあえず買っちゃおう。てっぺん。これで近づいてるみたいな感じがする。かわいいね。このこれ本当にかわいいね。チケット会社いっぱいある。あ、10個光。こ、ちなみにこの子も気になってるんですけど。ダメだ。この子も欲しい。この子も欲しい。この子も欲しい。え、つまりじゃあ今のって課金したら絶対もらえるってこと？トールが？え、ただじゃんそんなん。つまりただの見えないんだね。ちょっと待って、無理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 、恋するから本当に。触り方、大人び、おま、せ、そういう服も似合うな、トール。え、マジ？お金出したら絶対もらえちゃったじゃん、こんなの。もうこれ、今あるトールの衣装全部欲しいんだけど、どうしたらいいですかね。わー！あ、なになになに？17円のお返しです。ありがとうございました。はい、次の方どうぞ。ちょっと待って、嫌な予感が。あー、樋口。うん、そんな感じなの君たち。あれ、さっきからいた？いたか。え、呼んでた？うん、入った時からいるのは気づいてたけど。そっか。あ、あとカフェラテの M で IC カードでお願いします。じゃあお疲れ。うん、夢？お宅の見る都合のいい夢？あれ、気になる子二人が共演して喋ってる。無理、待っててくれたの？ああ、コーヒー飲んでた。じゃあ帰ろうか。うん。星綺麗。うん。かわいい。おはよう。は？何？追ってて動いたんだが。夜だけど。夜でもおはようなんだって。業界だと。え？ああ。働き方がいろいろだから、時間帯問わずでおはよう。なんだっけ？らしいよ。かわいい。だから、おはよう。私、芸能人じゃないし。君は、そうなの？そっちはどうなの？
どうだろう。ほら。まあ、そうなんだって。もう、いろいろやってるんだ。え？うん。テレビ局行ったよ、挨拶。そっちは？宣材写真、撮った。ああ、撮った撮った。見せてよ、樋口の。いや。ええー。なんか嫌。勘違いしてるみたいで。そうなんだ。っていうかさ、勘違いなんかじゃないけど。朝倉は、なんで？コンビニにいたの？え、なんとなく。コーヒー買うため？まあ、そうだよね。うん。え、何？別に。じゃあ、うち入るから。お疲れ。お疲れ。おはようございました。それ、絶対違うでしょ。はあ。もう、ごめん。無理なんですけど。どうしたらいいの？切れそう。どうしたらいいの？俺は朝倉徹を。あれ？プロデューサー。いや、すまん。違うんですよ。朝倉徹を、その、ああ、その、ね？ですよ。朝倉徹の夢女子になるつもりでここに来たんですけど、ユリを眺める壁の気持ちにもなってきたし、朝倉徹を幸せにしたい気持ちもあるし、でも樋口まどかさんにもすごく気になるんですけど。かーい。そしてこれと、これと、やったね。こんなにもかわいい。そうか、それぞれ特訓を4回しなきゃいけないのか。大変だな。大変だけど、一緒に頑張ろうな。まどかも一緒に頑張ろうな。かわいい。よし。これからまだまだ手探りですが、プロデューサー生活頑張っていこうと思います。なっ、どれ？アイドルってもっと特別な感じかと思ったけど、学校と変わんないね。かわいい。これから一緒に頑張っていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではプロデューサースコヤでした。